皆さんこんにちは。私サッカーも大好きなので、今日はちょっと東南アジアのサッカー選手を紹介したいと思います。こちらチャナティップ選手ですね。選手データなんですけども、国籍はタイです。タイ王国。ポジションは所属していたJ リーグのコンサドーレ札幌では左のインサイドハーフ。しかしタイ代表では、トップ下の位置を担当することもあります。身長は158センチと小柄なんですよね。だから一見ボールの奪い合いになったらすぐよろけてボール取れちゃいそうなイメージなんですけども、しかしその抜群の俊敏性と細かなボールタッチで、とにかく鬼のキープ力を持ってます。もうボールを絶対相手に渡さないっていうようなキープ力があるんですね。利き足は右足。見てるとドリブルするときは主に右足使ってるのね。だけど左足でもかなり強烈で正確なシュートも打ってくるので、もうこれは両利きと言っていいと思います。これ J リーグのダイジェストなんですけども、非常に見ての通りタッチが細かくてターンも速いですよね。ディフェンダーからするとボール取ろうとして追い込んでも、こう右に左に切り返されて、ボールとその自分の間に体入れられてね。で、散々体力使ってチャナティップを追い回した挙句に他の選手に最終的にパス出されたり、追い回していた自分がファール取られて、本当にディフェンダーからするとイライラする相手だと思います。得意技はこの全力ダッシュでディフェンダーに突進すると見せかけてからの急ブレーキ、そして右へのカットインと見せかけて縦にぶち抜いてきたり、こういった俊敏性を生かした戦いですね。これが主なプレースタイルです。また俊敏性を生かしたボールのキープ力だけではなく、時々こうワンタッチでですね、逆サイドにいる選手にダイレクトにパス出したりして、またこれが非常に正確なんですね。だからディフェンダーからするとですね、どうせお前ボールキープするんだろうと思って、ボールを取りに行くと、こうやって一発で逆サイドに出されたりもします。で、このチャナティップなんですけども、2021年年末から2022年の年始にかけて行われました、その東南アジア最大のサッカーの大会、スズキカップに出場してます。動画でも流れてますけども、本当にね、私、試合も見に行きましたし、テレビでも見たんですけども、本当に無双してました。もう一人だけ、抜けた存在なんですよ。その東南アジアの他のベトナムとか、インドネシアとか、マレーシアとか、いろんな国出てるんだけども、本当に頭一つ二つこう、抜け出しちゃってるような選手ですね。これね、特にこの大会、タイの人一番痛快だったのが、おそらく準決勝のベトナム戦じゃないって私思うんですよね。もうね、ベトナムとタイっていうのは、日本と韓国のライバル関係の3倍ぐらいこう不健康で険悪な関係なんですね。で、Facebook にアジアのサッカー連盟のページがあるんだけど、そのサッカーの大会、アジア大会とかアジアカップとかワールドカップ予選、そういった大会があるたびにたくさんの人がこう集まってきて、いろいろサッカーについて語るんですけども、もう本当にこの2カ国のサッカーファンっていうのはね、仲が悪いんですよ。もう図抜けてます。で、実力的にはタイの方がその歴史的に見ても各大会で実績はあるんだけど、近年はね、ちょっとベトナムも随分力つけて伯仲してきまして、実力が。で、ここ数年東南アジアではベトナムがですね、確か2018年だったかな、U23 のチャンピオンシップの大会で準優勝したり、ちなみにこれ日本はウズベキスタンに4点取られて敗退してます。で、アジアカップでも準々決勝まで勝ち進んで、タイよりちょっと成績は良かったんですよね。で、またコロナの影響でタイがこのチャナティップ選手を今行われているカタールのワールドカップの2次予選に呼べなくて、タイは結局最終予選まで進めずに、代わりに今ベトナムが最終予選に進んで、日本と同組、B 組の同じグループに入ってますね。だから非常にこの数年、タイのサッカーファンにとっては、ベトナムと比べるとね、ちょっとストレス溜まりまくりだった
数年だったと思うんですけども、ようやくここに来て真剣勝負の直接対決をする機会が鈴木カップという最高の、まあ、準決勝という舞台で巡ってきまして、そのベトナム戦でもチャナティップ2発ぶち込んで、ベトナムを粉砕してます。で、まあこのようにして東南アジアではもうチャナティップっていうのは抜けた存在なんですね。で、フロンターレ、川崎フロンターレっていう、J リーグのチームに移籍することになったんですよ、チャナティップね。で、これタイの皆さんがすごく気にしていること、私分かりますよ。チャナティップが川崎でどんだけ試合に出れるのかっていうことでしょ。まあ、気持ちは非常によく分かります。川崎は2021年のシーズンを通じて基本フォーメーションはいくつかありますけども、基本的に334ですね。で、もし鬼木監督がチャナティップをコンサドーレと同じように使うとすると、ライバルとなるのは左のインサイドハーフを担当している旗手怜央と大島僚太ってことになります。しかし旗手選手、2021年末にですね、突然スコットランドリーグのセルティックに移籍してしまいまして、まあ、そこで今大活躍してるので、まあ、そっち側で頑張ってくださいっていうことなんですが、つまり今チャナティップのライバルとなるのはこの大島僚太ということになります。で、この選手、ロシアのワールドカップ2018年にあったんですけども、日本代表に選ばれはしてたんですけども、結局当時のその西野監督っていうのが、まあ、柴崎岳っていう選手を使って大島っていうのを使わなかったんですね。で、しかも大会期間中にちょっと怪我もしてたんで、大島選手にとっては、まあ、一回も試合に出ることもなくね、終わってしまって、まあ、非常に悔しい大会だったと思いますが、この選手もチャナティップと同様小柄ながら非常に技術があるので、まあチャナティップにとっては強力なライバルになるかと思います。ただ何分怪我が多い選手ですし、そもそもこの川崎フロンターレ2022年っていうのは国内リーグでだよね、 J リーグの優勝っていうのと ACL アジアチャンピオンズリーグも取りに来てるので、つまりアジア特有の移動距離も考えると、これはもう両方のタイトルを取るとなると、川崎フロンターレは2チーム作るしかないんですよ。で、大島が国内リーグ担当で、チャナティップがチャンピオンズリーグ担当のチームになったり、その逆だったり、まあそういうことをおそらく鬼木監督は考えてると思います。だからライバルでもあるんだけど、2人で支え合って、その川崎の左のインサイドハーフを担当していくんじゃないかなと思ってます。で、このフロンターレからね、たくさんの選手がヨーロッパのリーグに引き抜かれてるんですね。で、チャナティップもここで活躍するとヨーロッパ行っちゃうかもね。実は噂なんですけども、すでにヨーロッパのスカウトがチャナティップにコンサドーレ時代から接触があったらしいんですよ。だけど、まあ個人的に思うけど、やっぱ J リーグのトップチームで活躍して実績と自信をつけてからヨーロッパに移籍した方がチャナティップのためにはなるかなとは思ってます。正直、コンサドーレなんて、ごめんね、コンサドーレファンの皆さん、エレベータークラブって呼ばれてて、J1 と J2 を行ったり来たりしてたような、まあ、ここ数年はそのチャナティップとかの活躍もあって、J1 に定着はしてるんだけど、もともとは J1 と J2 行ったり来たりしてるようなクラブだったんで、だから、J リーグのトップのチームである川崎フロンターレで、どれだけ活躍できるか、活躍したらもうこれはヨーロッパに行っちゃった方がいいかなと思ってます。まあ、本当私は個人的にこの2022年川崎フロンターレは注目してますね。もうチャナティップタイのサッカー界においてはパイオニアなんで、もう行けるところまでチャレンジする義務がもう課せられてますからね。一昔前にですね、イタリアに挑戦した中田っていう選手、中田英寿っていう選手も日本にいたんですよ。だ、そんなタイの人にとっては、我々が昔20年前中田を見てたような感覚なんでしょうね。本当応援してます。というわけで、いつもは英語だの食い物だのそんなことばっかり動画にしてる私ですが、本日はサッカー選手の紹介でした。次は、次回はね、ベトナムのグエンハイだっけ？機会があったら動画作ってみようと思います。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。